保守 FA の影のキーマン。今月5日から FA の権利行使の手続きがスタート。13日までの締め切り期間の中で今季はどんな選手が宣言行使を行うのか、中でも保守 FA の行方が注目されている。昨年38年ぶりの日本一に輝いた阪神では、坂本誠志郎が FA イヤーを迎えている。昨年は梅野雄太郎が骨折離脱した8月中旬以降、特に存在感を発揮。自己最多の84試合に出場。村上頌樹、大竹耕太郎らのバッテリーも光り、チームを盛り立てた。自身初のゴールデングラブも獲得と飛躍の年となった。今季は64試合に出場、打率2割2分3厘、0本塁打、12打点。投手と理解を深め組み立てていく、リードに定評があり、チームを盛り立てるモチベーターとしての側面も評価されている。すでにソフトバンクでは、買いの流出に備え、坂本の獲得調査を進めていると報じられるなど、保守 FA の影のキーマンとも見られている。保守 FA のポイントは、一人が宣言すれば、当該球団にポジションがつくことで、実質トレードのような動きを見せることも、すでに指摘されている。果たして大掛かりな、保守 FA の扉を開くのは、誰となるのか。今後の各選手の決断に、まずは注目が高まりそうだ。これだけ騒いで、誰も動かなかったら、それはそれで面白いかも。未明の扱いを見て、ソフトバンクに行きたいと思うかな？結局誰も動かないと思うよ。スポーツ紙が賑やかしてるだけだろ。名前出てる、キャッチャーらが、グループラインで話し合ってたりして。はい、大城、坂本、木下、みんなシャッフルされたら面白い。梅野立てるなら、坂本は残留した方がいいのでは。こうやってみると、近年打てる保守が減ってきたな。保守の玉突き FA か。ゴールキーパーの遺跡みたいだ。会話打力だな。誰が最初に FA の手を挙げるかだよね。誰も挙げないで終わったりして。なんだかんだ全員残留かと。阪神買い取ってくれ巨人は、保守じゃないん、ね、や浅野と大山なんや、坂本出られたら困るやろ、梅ちゃんになるで。打てなくても、守備だけでいいならジャイアンツは、小林がいますよ、打てない保守を二人もいります。ネタとしては面白いけど、ドラフトで保守取って、ない時点で、買いの FA はないんだろうなと思った。小田と告げに、ベテランの銀人狼の併用だった、ライオンズも補強ポイントではあるよ。坂本はお買い得すぎる。阪神の守備のようだし、それでいてCランク。保守シャッフルやー